さんこんにちは、かなです。多分これが初めての動画になると思うんですけど、今からハワイに行くのでハワイ Vlog を撮っていきたいと思います。イエーイ、ラッキー行ってみます。で、今からハワイに行くので空港に向かいたいと思います。なのでちょっと 初動画ですっぴんなんですけど、空港に向かいたいと思います。セントレアに着きました。あなたたちは国内線、国際線、どっちだろう。国内線、じゃあ国内線に行きます。ちょっと30分ぐらい時間があるので先に両替したいと思います。こっちよ、いけ。今日のレートは151円です。前の残りもあるので2万円だけ。15678910 11枚。はい、ありがとうございます。ケーキありがとう。いや、何もしてない、了解した了解しただけですけど空港はなんかすっごい暑くてびっくりするぐらい、こんなジム行きますみたいな服着てますケーキはこんな服ね、何する？ちょっとお腹すいた。お腹すいたな。でも30分もないからちょっと無理かな。一旦中入ろっか。うん。じゃあちょっと一旦荷物検査に行って入ります中に。では。ちょっとお腹すいたのでここでカフェタイムします。じゃあ成田に行ってきます。未来、今は飛行機の中に飲み物をもらったのに飲んでます。この置き方めっちゃ良くない？いいよ、寝やすい。かなちゃんは金髪の全身レギンスタイツ姿なので、マジ外人みたいな。いや、外人なんかも、あの高校生ぐらいの時にさ、めっちゃハーフになりたくてローラが好きなの。お前ローラ好きやんローラになりたくて、てかめっちゃハーフに憧れとったんや。でもハーフって日本と外国の血が半分半分ならハーフなんで、調べたら普通死ぬって書いてあった当たり前やろ何を考えとるやん。普通に調べたら死ぬって書いてあったそんくらいハーフになりたかったで、カナは外国人未来とめっちゃ嬉しい。ご注目の時は来週の着陸体制に入りベルト着用するため導入します。うん、成田に着きましたね。はい、着きました。じゃちょっと私の飛行機行動です。寒いから飛行機はラッキーものパーカー着てます。ハワイ着いたらなんかジムみたい。そうそう、でこれのポイントは、ね、うん、ちょっと待ってね。うん、待つよ。閉めるとなんとなんとね、何してんの？あ、ちょっと何してんの？閉めると閉めるとどうやら閉まらんらしい。閉まらんのだけど、ちょっと引っかかった。閉めるとなんとパラダイス。それがしたかった。それがしたかった。まあこれはちょっと浅いんで。このパーカーは、あ、そう、ちょっと待って、靴これ。うん。ロスで買いました。去年。おしゃれ。ちょっとサイズが大きいんですけどこれをゲットしました。こんな感じです。これはね、去年シーンで買ったんだけど、
荷物荷造りしてる時に掃除してたら袋に入ったまま出てきたからちょっと着てみたらあったかくていいです。閉めなければパラダイスは分かりません。こんな感じです。もう中に入って免税店とか見たいと思います。マックやリップ欲しいでちょっと見ようっと。フォークどれやろ。パラマウント懐かしい。パラマウントどっちもいいですよ。これどっちも一緒ですかね。あ、値段違うんですよ。そうなんです。こっち新しいシリーズの方で、一番グロスみたいにプラタンが出るタイプで3,400円なんです。あ、そうなんだ、はい、そんな変わんないそんな変わんないですけどデパートの値段調べますか。あ、いいです、いいです。大丈夫ですか。じゃあ、これ2つこちらです。はい、はい、ありがとうございます。1個落としていかれますか。いや、変ですかね。いや、すごく辛いよ。大丈夫、はい、いや、このままで大丈夫です。はい、ありがとうございます。ケイケイがリップ2本買ってくれました。ありがとう。ありがとう。うん。一旦ご飯。何食べようかな。腹ごしらえ。ちょっと免税店のお買い物したから。おうどん見えないからおうどんと天ぷらです。大好きな組み合わせ。ケイケはね、お蕎麦食べてうまい。下曲げでかいな、飲みきれるかな。あと2時間ぐらいここでまったりします。やっとワイキキ行きの飛行機になりました。なんか2階建てでなんかめっちゃでかい飛行機でした。カメ、カメ、ウミガメ。そう、なんかでかいウミガメの飛行機らしい。なんか羽もめっちゃでかい。羽ちょっと待ってよ。わかる？羽ちょっと見にくいな。じゃあ行ってきます。ありがたい。ケイケは背が高いから結構飛行機こんな感じ足開かないと乗れない。幸い隣がねいなさそうだからケーキよかったね。寝れるといいね。最高、ね、はい、着きました。今からレンタカーだね。レンタカーを取ります。私は飛行機で初めて酔って大変でした。ゲロゲロやったな。もう元気です。ハワイに来てすぐに吐きました。もう元気です。頼みますわ。じゃあまた。はい、今回のハワイのお供はこちらの車です。受け取ってホテルに向かってます。ホテルの目の前にある、ここ困った時はいつもここに来てます。キャンペーン。はーい、来ました。バーベキューチキンピザいただきます。ちょっとホテルでまだチェックインできなかったんでロビーで化粧してきて、ちょっとアラモアナショッピングセンターに買い物に行きたいと思います。顔が全然違う。
しいけど、欲しいものランキング3位以内には上がってこない。でもいつか欲しい。あれも可愛い。可愛くない？うん、可愛い。でもこっちの方が使えるかな。あ、こうやって開けるんだ。爪の声ちょっと開けにくい。開かない。かわいい。めっちゃかわいい。軽っ。かわいい。アディダスコラボ。めっちゃ暖かいんやけど。まあ似合っとるよ。バカイケやねん。めっちゃイケとる。おいくらでございますか？値段がないんだけど。うまい。めっちゃ渋い顔してる。美味しい。なんかアルコールの味する。ノンアルコールなの。甘くないイチゴだね。さやちゃん座れとるよ。マジで1秒で門前払いです。マジ秒速だったよね。ないです。なのでワイキキの方のエルメスに行ってみたいと思います。もう門前払いされた別に課金したくないから、誕生日プレゼントは違うものです。行こうか。動画 NG だ。ゲットした連絡先、誕生日伝えたから頑張ってくれって。誕生日、あ、そういうことね。10日誕生日だから頑張って買ってくれるってプレゼントだったら、ナイスナイスって言われた。本当？本当？連絡来るかな。いや、なんか複雑やな。黒しか嫌って言っといた。嬉しいような何でもいいって言われたから、黒しか嫌って言っといたら OK って言われた。いやいや、ね、OK じゃないよ。俺が OK じゃない、俺の財布が OK じゃないよ。
こっちもあるよ。でかくない？じゃあね、あ、エクセルある。行ってみよう。こっちの方が被らんくていいんじゃない？うん。あれ、バレンシアガとちょっと似てるし。そうだね。次はケーキのお買い物。どうかな。あ、短い。短い？さっきより長いじゃん。うん。でもやっぱバレンシアガぐらいさ、オーバーできた方が多いね。そうだね。ちょんちょんちょっとざっくりした方がいいね。ね。でもかなデザイン的にはこっちの方が好きなの。そうだね。これ F セールまでしかないのかな。うん、それかわいい。ロンティやね。超大きくない？このルルーもある。でも実際着るならこっちじゃない？うん、これこのルルーである必要は別にないよね。うん、ハワイ行ったかな。白でちょっとそれ可愛いよ。なんかちょっとあ何クリーム色みたいな。可愛いそれ。結構大きくなる。大きい。スサイズ何？エクセル。エクセル。え、可愛い。いいね。ハリアン。ガブ。そう。うん。ハヤ。するわ。これはあった方がいいわ。それはあり。これもあるやろ。ありあり。ただそういう色好きや。シンプルやわ。今日の。背中がガッツリ空いてる。デニムとお兄さん。はい、ケーキお買い上げ。サイズありました。ケーキは大きいから海外に来た時にサイズがあるものは結構すぐ買います。はい、イエーイ、はい、わ、ちっちゃいわ。あ、めっちゃジャストや。いくつ？23。こっちや。うち可愛い。もう親指当たってる。こっちこっちの方が良さそうだね。でもめっちゃなんか大きさ全然違く見える。1センチ違うと結構違く見えます。あと黒ってなんかちっちゃく見え、ちっちゃく見えるから。でもさ、ムートンならこっちにいるかな。ね、去年欲しいって言ってたもんね。そう、ロスでね、うん、ロス行った時にエスカレーターの前に乗ってる子が入ってたんだよね。ケーキにどこにどこで買ったか聞いてよって言ったのに、すんごい早歩きで。まあでも、あるなら買おうかな。うん、日本で売り切れだもんね、これね。てか、アグは安いから、アメリカ、うん、円安でも、日本よりちょっと安かった。てか155円で計算しても、日本より安かった。いいんじゃないですか。じゃあ、こちらにします、うん、あれください。ヤッホー、ノー。You don't go over there without an adult. You don't leave this beach without an adult. マカロンにしようかな。これ味なんない？キャネルで焼きそば。カヌレや。カヌレで。ルルクセ。ラクセ。ラクセ。Which one? The yellow one? イエローワン。イエローワン。イエローワン。うん。あと今日は時間がないのでアラモアナでサクッとご飯食べます。はい、した。はい、今日の夜ご飯です。バスが降りたフードコート、バス降りてすぐのフードコートでもうサクッと食べます。いただきます。じゃあせーの、いただきます。何から食べよう。美味しい。美味しい。これうまいな。美味しいね。うん、かな食べたいさところあるんだよね。そし、うん、てかこれ毎日これでよくない。かな食べたい店がある。あ、ほら、うん、行ってみよう。うん、美味しい。これコーヒー食ってないで喋らんの、うん、美味しくて。でも切ろう。こちら
がお部屋です。シンプルイズベスト。余計なものは何もない。こんな感じです。いや、ちょっと帰ってくるのが夜になっちゃってんで暗いんですけど、私たちはいつもここにハワイでは泊まってます。